スペンサー伯爵は、イギリスの伯爵位。グレートブリテン貴族。1765年に、スペンサー家の分流で、ホイック党所属庶民院議員のジョン・スペンサーが、オールトラップ子爵くらいと共に受爵されたのに始まる。伯爵家の法廷推定相続人は、儀礼称号として、従属死位の一つ、オールトラップ子爵を名乗る。二千十七年現在のスペンサー伯爵は、 第9代、スペンサー伯爵チャールズ・スペンサーである。オルソープ・ハウス1822年のオルソープ、ハウス邸内を描いた絵画ロンドンにある、スペンサー伯爵家の邸宅スペンサー・ハウス。現在は、リット・キャピタル・パートナーズに沈滞中。初代スペンサー伯に上されるジョン・スペンサーは、第3代、サンダーランド伯、チャールズ・スペンサーの三男ジョン・スペンサーの息子であり、 ホイック所属の庶民委員議員を務めていたが、1761年4月3日に、グレートブリテン貴族爵位、オールトラップのスペンサー詩舍及び、オールトラップのスペンサー男爵に助せられて、貴族委員議員に転じ、さらに1765年11月1日に、グレートブリテン貴族、スペンサー伯爵及び、オールトラップ氏爵に助せられた。これが、スペンサー伯爵家の創始だった。 初代伯爵は政界において、庶民院、貴族院議員以上の存在にはならなかったが、その長男である二代伯爵ジョージは、王子少将や海軍大臣、内務大臣などの閣僚職を歴任した。党派は、父同様保育党であったが、通リ伊藤政権のショーピット内閣にも、会長として入閣しており、ネルソン提督を抜擢したのは彼であった。その長男である三代伯爵ジョンは、 就職前に庶民委員保育党の幹部として活躍し、1830年から1834年の保育党政権下で庶民委員内総務や大倉大臣を務め、第一次選挙法改正の実現に貢献した。三大伯爵の弟である四大伯爵、フレデリックは主に海軍軍人として活躍した。四大伯爵の長男である五大伯爵女ンは、 自由党の政治家として、アイルランド総督や、枢密院議長や海軍大臣などの閣僚職を歴任した。第3次、フラットストーン内閣において、アイルランド自治法案を支持した数少ない、保育貴族の一人であった。政界の中枢として活躍した党首は古代伯爵が最後であり、20世紀以降の党首は、定身や軍人になったり、地主業に専念する例が増えていく。 五大伯爵の弟である六大伯爵チャールズは、副区内長官や区内長官を務めた。彼は、スペンサー伯爵位を就職する前の1905年12月19日に、連合王国貴族爵位、ノーサンプトンシャーのグレート・ブリントンのオールトラップ主爵に除されており、以降この爵位も、スペンサー伯爵位くらいの従属爵位に加わった。 その長男である七代伯爵アルバートは43年に、わたって国防義勇軍の軍人として活躍した。彼は、自分の屋敷への思い入れが強く、邸宅に飾られているすべての絵画や家具の由来を説明できたので、館長伯爵と呼ばれていたという。その長男である八代伯爵エドワードも若い頃、陸軍軍人だった。また王室に自重として仕えた。 彼の三女であるダイアナは、チャールズ皇太子に嫁いだことで知られる。2017年現在の当時は八大伯爵の、次男で、ダイアナ妃の弟にあたる、第九代、スペンサー伯爵チャールズ・スペンサーである伯爵家の、本宅は、ノーサンプトンシャーのウルソープにある、オルソープハウスである。同屋敷は1508年に建築されたが、摂政皇太子、 ジョージの時代に建築家ヘンリー・ホランドによる改築で現在の姿となった。伯爵家はその屋敷を中心にノーサンプトンシャーに1万3000エーカーもの土地を所有する大地主である。ノーフォークのノースクリーク村も伯爵家が所有する。八大伯爵の代からオルソープの屋敷の維持費の捻出に苦しむようになり、屋敷内に飾られていた様々な美術品の売却を行うようになった。 こうした傾向は、現在の旧大伯爵の代も続いている。伯爵家のロンドンの邸宅スペンサーハウスも、維持困難になったため、1985年から96年契約で、第4代、ロスチャイルド男爵ジェイコブ・ロスチャイルドの経営するリッド・キャピタル・パートナーズに賃貸している。ロスチャイルド今日は2000万ポンドもの拒否を投じてその、内装を18世紀の状態に復元した。 この修復作業は、ダイアナ妃からも高く評価された。現当主である、第九代、スペンサー伯爵チャールズ・スペンサーは、以下の尺位を保有している。法定推定相続人は、第九代、スペンサー伯の長男、オールトラップ死尺、ルイス・フレデリック・ジョン・スペンサーである。スペンサー家も参照、スペンサー伯爵スペンサー家系図。ありがとうございます。